さあ、それでは、ウマ娘の動画やっていきたいと思います。今回は、リセマラ推奨キャラということで、ウマ娘大絶賛人気なので、これから始めようと思っているが、リセマラどこを信用していいのかわからないという方もいらっしゃると思いますので、この動画を見た方には、これで大丈夫と胸を張って言えるような、ものをチョイスしてきましたので、参考にしていただければと思います。でですね、ガチャは2種類あるんですね、このゲーム。まず、プリティダービーガチャ。これがいわゆるキャラ。まあ、本人ですね。で、このサポートガチャっていうのが、いわゆる練習相手。そう、一緒に練習していくキャラを、まあ、ガチャで狙っていく感じになるんですけど、こっちの方でのリセマラを推奨いたします。というのも、やっぱりキャラっていうのはやっぱり大事です。持ってないと、そもそも育成できませんから。はい。ですが、このゲーム、どの馬も、馬娘も強いので、練習相手の方がよっぽど重要なんですね。はい。なんで、その練習相手でどれを引いたら終わっていいのかというところについて、これから実際に見ていきたいと思います。でですね、現在、こういった基準で今回は選ばせていただきました。どの作戦でも、とりあえず入れておけば活躍する。ということが今回のテーマとなります。で、今回この画面に映ってる5枚ともう1枚、合計6枚をチョイスさせていただきました。SR にも便利なものはあるんですが、今回は省略ということで、簡単な説明だけ、理由も含めて説明していきます。全体的に軽い説明なんで、詳しい説明はまた後日、1枚1枚詳しくやっていきたいと思います。まず1人目、手綱さん。この方は選手ではなくてサポーター枠なんですけど、非常に便利です。まず、ですね、一緒にお出かけするみたいなイベントがあるんですね。合計5回なんですが、体力を回復しつつやる気も高めるだとか、怠け癖とかを直してくれたりとか、なんか休むついでにすげえいろいろな貢献をしてくれる非常に育成に便利なサポートです。はい。さらに、初めて一緒に練習した時にやる気を必ず1段階上げてくれます。なので、わざわざちょっとお出かけしてモチベーションを上げようという手間がいらんのですよ。練習しつつ、こなしてくれるというのが非常に便利な。それ以外にも強みあるんですけど、今回はこのぐらい。なので、手綱さんの有無っていうのはものすごく、育成におけるストレスが違います。なので、このゲーム、フレンド。相手をフォローするだけで、その人が貸し出ししてるカードを借りることができるので、まあ、手綱50とかを借りることができれば、もうそれは快適なプレイができます。ただ、やっぱりいろんなキャラ借りたいってのがあると思うんですよね。今このカードがめちゃくちゃ強いらしいじゃん、みたいな。でも借りたら、でもな、ずっと手綱さん借りてるからなーってなった時のために、とりあえず手綱さん持っておくと便利です。はい。では、次行きます。まあ、便利枠ですね。はい。で、次。ファインモーション。このキャラクターはですね、どっちかっていうと、非常に地味ではあるんですが、イベントのね、最初のこの素敵な練習日和っていうイベントが発生すると、3つの選択肢が出てくるんですが、そのうちの一番下、楽しく練習するのが大事みたいなのを選ぶと、練習上手っていうステータスが必ずつくんですよ。これがつくと、以降の練習の怪我率が低下するので、練習回数が増える。そう。手綱さんが回復とかモチベーションを上げてくれるなら、この子は防止をしてくれるわけです。しかも、イベントの初期段階でそれをくれるので、非常に、なんて言うんでしょう。効果が大きいですね。で、イベントも全体的にそこまで、突然体力ものすごい落としてきたとか、もうないので、この素敵なレース日和では少しだけ落ちてしまいますがね。まあ、それを差し引いてもものすごく便利です。はい。で、友情練習。仲良くなったら特別な練習ができるんですが、その際に体力が回復しつつ賢くなれるので、まあ、その辺も込み込みで結構優秀でございます。まあ、なんといってもその練習上手による怪我防止が一番のメリットですね。はい。私、このファインモーションに関しては、貫突レベル50の人を借りたいと思ってるんですが、人気がありすぎて、私もまだフォローできてないんですよ。それが、
まあこのカードの強さの証明になるのではないでしょうか。では次、スーパークリーク。このカード自体はそこそこの性能に甘んじているのですが、育成イベントの最後にマエストロというコーナーに入ると体力が回復するというスキルが手に入ります。金色のスキルっていうのは基本的に強いんですけど、マエストロは別格ですね。信者がいます。はい。というのもこのゲーム結構スタミナ周りが苦しくて、結構長距離とか中距離でクリアできねえなーって人はスタミナに苦戦しているかと思われます。そんな時はね、レベル30でもいいマエストロを持ってるクリークさんを借りてみてください。そして、これを覚えたら、あ、意外とすんなりいけたわとなる可能性がございます。所持スキルについても末脚とコーナー回復っていう便利なスキルがあるので、この辺とか意外と地味に強いので、そう、コーナー回復の強化版がマエストロなんですよね。なので簡易版ぐらいなら早めにくれるかもしれないし、非常にありがたい存在です。はい。でこれ曲線に入った時に回復するスキルなんですけど、それの直線版がウォッカなので、ウォッカもおすすめです。こっちは、パワーの練習ですね。貫突したウォッカとかものすごい強いらしいっすよ。はい。ヒントのレベルが上がりますから。こっちの方はね、末脚もありますが、どっちかっていうと中距離とかマイルとかになってくるんですかね。うん。なので距離適正的には短めというか真ん中ら辺の距離のスキルが多いんで、まあ選択なんですが、まあ結局のところこっちもこのスキルがメイン、直線で回復する、要するに金の回復スキルが目当てということで、意外と回復ってないんですよ。疲れにくくなるだとか、例えば何々作戦で逃げ切るぞって時に前を走っていたら回復するとか、そういう条件付きのはあるんですけど、こんな感じで直線走ってまーすだけで回復するってもう条件ないじゃないですか。絶対にレース上に直線ありますし、はい。つまりスタミナが確実に回復する強スキルということになります。なのでウォッカとクリークに関してはどっちかかな。この2つ同時に引いてもそこまでありがたみは感じないかも。どっちかかな。うん。ただ両方ともイベントの最終段階なんで、おいおい、もうクエストサクセス終わっちまうのに未だに回復スキル来ないんじゃがということはあるので、まあ運よく2枚引いてる人は両方指してもいいかもしれませんね。両方覚えるのはカツカツだし過剰だとは思いますが、はい。では次、西のフラワーちゃん、結構早い段階からヒントレベルアップっていうのを持ってまして、なのでいいヒントをくれます。例えばまあ肝心のそのスキルがこれぐらいしかないんだけどな、まあ先行育成においては、この辺もありがたかったりするんですが、なんといってもメインはこっちよ。早手一文字、これも直線で速度が上がる。シンプルですね。条件ないんですよ。で他にも綺麗に咲こうねだったかな、愛情弁当だったかな、まあ何にせよ可愛い選択肢を選んでいくことで愛嬌丸っていうスキルが得られるんですね。それは他の練習仲間と仲良くなりやすいっていうスキルなんで、早めの段階でもしも仲良くなれたら、それはもう飛躍的に練習効率が上がりますし、まあその最終段階で確定でもらえるスキルに関しても、まあ一文字かその簡易版かはこれランダムなんですけど、どちらにせよ条件が簡単なんで非常に使い勝手はいいかと思われます。あとスピード練習っていうのがいいよね。はい。で最後、東海帝王2期の主人公ですね。幸せになってほしいんですが、このゲームで負ける原因っていうのはスタミナ不足と、もう一つ運が悪かった。そう、たまたま周りに馬がいっぱいいて出られなかった。うん。これが意外と負けの理由の 3,4 割占めるんじゃないですかね。あの逃げ切りとかでもない限りは。なんでポジションどこ取るのかっていうのが非常に重要だったりします。その点この東海帝王はあらゆるコース取りに対応したスキルを、それだけを持ってるレベルですね。なんで後ろから刺しとか後から逆転するぞだとか、そこそこ前に出てから最後突っ切るぞとか、そういう時にいいポジションを取る上で重要なスキルを大量にくれます。で
ヒントレベル2っていうのがあるので、こういったスキルを割引状態でプレゼントしてくれます。はい。なので、東海帝王をレンタルして、レンタルじゃないわ、まあレンタルでもいいんですけど、使うことでポジションの重要性っていうのを理解することになるかと思います。もしも長距離とかでなんか周りの馬が邪魔で勝てないんだけどってなった方は、東海帝王を借りてみてくださいということで。で、イベントに関してもね、一陣の風直線で加速力が上がる、シンプルですね。そう、今回の私が選んだキャラたちは全て条件なしでその金スキルの効果が発揮できるとかを一つのテーマとしています。はい。なんで、このあたりからまあ3枚ぐらい引ければいいですかね。まあ長距離育成とかするならやっぱスーパークリックもしくはウォッカ、ここは選択です。どっちかはやっぱないと結構苦しいかなと思いますが、例えばタズナ、クリーク、帝王だとか、上の中から2人は欲しいですね。例えば西のフラワー、東海帝王、タズナだったらギリ、でも十分強いんですよ。でもリセマラで頑張りたい方は上から2枚、下から1枚ぐらいとか、を狙っていってはどうでしょうかという感じです。はい。でですね、最後に重要なお話があります。で、ここに今紹介したのはあくまでリセマラ用の SSR なんですけど、 SR とかにも有能なキャラクターはいます。そしてですね、さっき東海帝王は、ポジションの天才みたいな説明をしましたが、実はですね、それ自体はレアでもできるのですよ。ただ質は違います。こっち、レアの東海帝王なんですけど、ヒントレベル1とか、さっき2でしたね、あります。所持スキルも一緒なんですよ。ただどこが違うのかってなってくると、まあ練習のパワー、例えば1回の練習でスピードの上昇量が2ずつ差ついていくとか、そういうところだとかがちびちびと違うんですが、スキル自体は一緒なので、探してみるのもありかもしれません。自分で使う分にはね。はい。というわけで、今回のリセマラのおすすめとしては、まあ今挙げたサポートカードになりますかね。この辺のカードは実際私もね、よく使っております。はい。使用率が特に高いですね、この面々。各戦術、逃げ切り、先行、刺し、追い込み、それぞれになるとまたこいつも強いぞっていうのは出てくるんですけど、それはまたいずれということで、今回はこの、5枚カッコプラス1を押したいと思います。何度も言いますが、スーパークリックとウォッカは選択でということで、はい。この中から3枚出たらもう絶対に始めて大丈夫だと思います。はい。では素敵な馬娘ライフを、次回以降はね、有能な SR について紹介していきたいと思います。ありがとうございました。他の動画もよろしくね。